どうも皆さんこんにちは。毎日デブドリ作者の橋本直樹です。今回もデブドリラジオ第2回をやっていきたいと思います。前回の放送を聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回もですね、 YouTube のコメント欄で質問を募集させていただいたので、その質問に答える形式で始めていきたいと思います。その前にですね、今回も特別にゲストが来てくれております。デブドリアニメでヒヨの声を演じてくれている藤木秀文さんです。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。いや、第1回好評でしたね。いやね、びっくりしたね。びっくりしました。もうね、こんなに聞いていただいてるのかと。そうですね、もう、900回再生ぐらいで終わるんじゃないかと思ってましたけども、うん、いや、皆さん100件を超えるコメントをいただきましてありがとうございます、本当にありがとうございます。それでは早速質問を読んでいきたいと思います。はい、最初はなゆさんからの質問です。はい、デブドリ制作途中のしくじりやアテレコ中の言いづらかったセリフなどなど教えてほしいですということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありますか、その例えば作画とかね、漫画とか作ってる時にね。そうですね、漫画の方で言うと、例えば、細かいところなんですけど、ヒヨが左利きっていう設定があったりするんですけど、はあはあはあ、なるほどね、普通に右羽で飯を食ってたりとかするっていうねそういうちっちゃいミスは意外と多いですね。はあはあはあ、細かいですね。まあそれ以外にもね、大きいミスもいろいろとあるんですが、大きいミスちょっと聞きたいな。大きいミス、線がはみ出してるとか、このキャラのくちばし色塗ってないとかね、はい、意外とそういう、そういうのあるんだね、意外とあるけど、結構皆さんコメントで気づいてくださるのでやっぱすごいね、あのファンはそういうとこ見逃さんね、やっぱ。そうなんです。特に設定面のね、前本編で説明した設定を守れてない描写があったらあれ、ここってこうじゃなかったでしたっけみたいな、ファンに注意されるね。多分正解を知りたいのか、どっちが正しいんでしょうかみたいな。なるほど。一番びっくりした設定の指摘っていうのがあって、とね、デブドリとヒヨが今のズメックという会社に入社したシーンがあって、そのシーンの時にね、この会社の6階が僕たちの会社ですみたいなセリフがあったんですね。でその後ね、オナスさんっていう鳥が出てきた時に、オナスさんがビルの外からズメックを眺めるっていうシーンがあって、その時に陰謀をそうそうそう、があった時の話やね。そうそう、その時にビルの2階にデブドリがいるっていうのを書いてしまってはいはい、はい、本当に僕6階なんてことを忘れててずっとね、作者忘れねえね、やっぱずっとその回数とかをあんまり意識せず書いてきたので、なるほど。でその時に、あれ、ズメックって6階じゃなかったでしたっけみたいなコメントが来てていや、ファンやね。それはもうすごいなと思いましたね。すごいわ、よう見てはるわ。尊敬すら覚えましたね、すごいね、その時は。それはね、どう、あのアニメ作ってる時とかアテレコとかどうですか。アテレコ中はね、声優というか、まあ声を出す人としては素人なのでね、変なセリフ言うとき結構笑っちゃって、そう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 、モブキャラの声とかも結構自分たちでやるんで、そうね、笑って NG を重ねてしまうっていうのが。でもなんかどっちかっていうとデブドリとかヒヨよりモブたちが結構楽しくやってる感じあるよね。確かにモブたちはもう制限なく守るキャラもないんで、ね、働き方改革の波が来ましたな。ピヨシタさん、ピヨシタさん、そうそう、モブは結構ヒデさん多いから、多いね、よく聞いてみてください。そうそう、よくやってますからね。あとね、ヒヨはね、あの喋るでしょ、めちゃくちゃ。あ、そう、やっぱ噛むよね、やっぱ何回かね、難しい、やっぱ言い慣れないとね、難しいとこありますよね、あれはね。そうやね、デブドリはもう息継ぎなしで全部喋れるからなデブドリはもうなんか一言バンみたいな、そう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 、何もやる気が起きませんとか出たデブドリさんの声、そういう一言バーンが多いから、そう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 、言いづらかったセリフとか。言いづらかったセリフ、まあそれはもう電車のあの遅延しててどうしてくれんねんみたいなのがあって、 あれは長かった。そう、あれをバーッと言ったのは大変やった ね、 そうやね、かなり長かったな、あれは。長かったね、あれはね、あれ苦戦しましたね。まだ聞いてみてください、ね、それ、あとね、僕たちじゃないけど、あのハゲタカ部長の山ちゃんが午後からの業務に備えてってい う、 そう、いうところがあって、ね、普通は午後からの業務に備えてやけど、あの関西弁が強いから、あいつは、だからあの午後からのっ
ってずっと言ってたの。そうそうそう、午後から山ちゃんちゃうよとな、午後から午後午後下に向かってっつって、うん、他のとこも結構関西弁強かったけど強いね。午後からのだけ一切直らんかった。直らんが何回言っても何回やっても午後、うん、でもあれはちょっと気持ち分かるとこが、うん、自分で自分のセリフに OK 出しといて、うん、後で聞いてみたらここ取り直したらよかったなとか思うとこあるから、ね、うんうん、まあ、気をつけていきたいですね、うん、そういうとこは気をつけよう気をつけよう。さあでは次の質問に参りたいと思います。ひばりきらさんからの質問です、はい、睡眠時間どれくらいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。どれくらいでしょうか？と、ね、まあ、僕はね、まあ、仕事柄ね、まあ、割とね昼からの仕事が多いんでね、ほとんど、ね、じゃあしっかり寝てはるんですね。めっちゃ寝てるんじゃない、やっぱり。やろうな、しんどいとか言われへんもん、ね、だからみんなだって6時間5時間とかでしょ、みんな。そうやね、僕は多分8時間以上しっかり寝てるんじゃないかな。おー、素晴らしい。でも橋本先生もっとひどいよ、あの引っ越しの人毎日昼寝してますから。僕はですね、うん、1日8時間は当たり前に寝て、うん、9時間10時間寝る日も普通にあります。ああ、いいよね、いいよ、睡眠は大事ですからね。そうそう、うん、基本寝る時間って僕11時半から12時の間とかに寝て、うん、早いよね。早い。クリエイターの人とかってなんかこう 2,3、ね、時まで起きて、僕も 2,3 時まで起きてるし、手が止まらなくなるっていう、ね、はあはあはあ、続きがどんどん書きたくなってくるっていうことはあるんやけど、うん、僕はもう書かないようにしてます、意識的に。ああ、なるほどね、寝られへんくなるしね。うん、でね、明日の仕事のクオリティが落ちるっていうのがあるから、あとまあ、うん、寝たいからね、普通に寝たいからね、うん、まあ、ショートスリーパーロングスリーパーってこうある、ね、睡眠時間短くても大丈夫っていう人がいるから、まあ、そういう人以外はしっかり寝た方がいいんじゃないかな。なるほどね、睡眠はやっぱ大事やもんね。うん、バンドはエイジですよ。え、あ、睡眠は大事、バンドはエイジ、ジョイマンやないかそれ。ありがとうございます。では続いての質問に行きたいと思います、はい、1006イソップさんからの質問です。毎日投稿は大変だと思いますが、それを可能にする1日のルーティーンを知りたいです、うん、ありがとうございます。どうですか？基本的に漫画は前日の夜に明日何書こうかなっていうのをざっくり決めて、その日のうちに書けるところまでは書いちゃって、うんうん、翌日の午前にセリフ入れたりして、うんうん、まあ、昼前に出す。YouTube の方は、まあ、その漫画が終わってから毎日 2,3 時間ぐらいは作業して、うん、まあ大変やもんね、あの動かしたりするとね、まあ、動かすのは1日じゃ終わらへんけど、あ、最近ちょこちょこ出してる漫画をパラパラ出していくだけの動画とかは割とすぐ編集できるから、うんうん、あれをやってアニメーションの方もやってっていう感じやね、うんうん、なるほどね。まあ、なんかちょっと素人の質問なんですけど、うん、漫画描いてるじゃないですか、うん、次の話考えるときっていうのは前日に考えるのか、それともある程度そのオチを決めてそれに向かっていって作っていってるのかが気になる。ああ、なるほど。デブドリって1話完結の話が多いんやけど、うん、そうね、たまに4話完結のシリーズとか書くんやけど、うんうん、あるある、それは大体オチとかはざっくりは決めつつ詳細は書きながら詰めていくっていう感じが多いかな。まあ、やっぱり毎日デブドリって言ってる以上ね、うん、毎日欠かさんとっていうところがね、名前つけたんが意外と良かったかもしれない。ほんまやね、うん、あれでやっぱ毎日の楽しみがね、そうやね、うん、あるでしょうね、うんうん、なんか最初にタイトルをゆるーくデブドリとかにしてたら、もしかしたらタイトルに負けて毎日投稿してなかったかもしれない。そうやね、そう、この人だらけるから。そうそうそう、例えば提出物とかあって仕事で、うんうんうん、あの何も手つけてないけど、うん、先にも今日中に出しますって言っちゃうみたいなね、宣言するとさ、宣言するとやらなあかんってなるもん、はいはい、あれはよく僕もしますけど。それはあるな、うん、割とゆっくりめでいいですよって言ってもらえても、はいはい、例えば3日後の午前中にじゃあ提出しますって自分で期限を先言っちゃうとか、あ、いいですね、いいですね、それしないといつまでたってもやらない、そうそう、自分がいるということを知ってるから、そうそう、やらないですよねあれね、うん、やりません、いつでもいいって言われたらほんまいつまでもやりません。わかるわかる。だからね、まあ、自分で期限作るっていうのは大事という話です、ね、うん、大事ですね、うん、皆さんもちょっとやってみてください。そうそう、続いての質問です、はい、桃源春樹さん、桃源春樹さん、桃原春樹さんかな、あ、桃原さんじゃない、桃原春樹さんからの質問です、はい、漫画を描くのをやめたいと思ったことありますか？あるんですか？ありません。あ、言い切りましたね。まあ、僕ちょっと漫画っていうか、うん、
まあ普通の漫画家さんとはちょっと状況が違う、まあそうね、と思ってて、うんうん、ちょっとね毎日書いてるっていうのと SNS に上げてる漫画自体ではお金をもらってないっていうのと、そうそう前回のねエピソードで、ね、言って、あとまあ割と書くの簡単っていうのもあるので、うんうん、漫画が嫌になったことはないですね。なんかこう漫画家さんって、うんまあ、イメージとしてさ、うん、連載に追われて煮詰まってこうあーもうわからんみたいなバーン原稿発射みたいなイメージがちょっとあって、あ、はいはい、そういうのってなったりないの？そういうことは例えば朝起きて、うん、今日投稿するネタが何にも浮かんでないとか、はい、そういう日はちょこちょこあります。そういう時はどうするんですか？それそういう時はもう今までメモしてきたものをひっくり返して、あこれなんとかこれやったら今日中に使えるぞっていうのとか、こうアテレコしてる時以外とかね、遊んでる時橋本くんと、うん、あのなんかこうパッとみんなで話してることをねちゃっかりメモしてるんですよ、いつもこの人は携帯で。そうなんです、あるあるとか特にね、うん、むっちゃ居酒屋行った時とかむっちゃメモってるから毎日今1秒1秒仕事にしてるって感じよね。アンテナ張ってないとさ、ああいうのってそうやね、ほんま書かれへん、メモらないとアイディアがね、うん、でも居酒屋行ってさ、うん、なんかめっちゃうるさい居酒屋にこの前行った時に、はい、対角線上で端っこ同士の席の人の会話がままならないぐらいうるさくって、その時にも俺は居酒屋がうるさくて会話がままならないってとりあえず書いとくっていうだそれ居酒屋あるあるで使えるもんね。 それ出したかな、もしかして出したっちゃうかな、うん、居酒屋あるあるパート2みたいなんで出したかもしれんけど、お前ねやりたいねまたアニメもね。そうそうそう、そういう積み重ね、うん、なるほど、いいですね。だからみんなもその日々こうアンテナを張ってね、うん、いつどんなことがどんなアイディアになるかって分かんないじゃないですか、うん、やっぱり、ね、そうやね、どの仕事でもそうやと思うけど、それは、うん、だからアンテナ張っとくことは大事やなと僕は思いますね、うん、それは単純に面白いしな、なんか一日の終わりにこう自分が今日腹立ったこととか楽しかったこととか書いといたら、うん、あったなみたいなこう振り返りできてちょっと楽しいから、楽しいよね、ぜひやってみてください。やってみて。では続いての質問に参ります。星野さんから質問いただきました、はい、こんにちは、いつも楽しく読ませていただいてます。みんな好きですがパロさんが一番好きです。パロさんについてもっと知りたいですということです。ありがとうございます。ありがとうございます。パロさんはご存知でしょうか？パロさんのペンギンの子、ペンギンは、ペンギンじゃないな、文鳥の、あ文鳥だ、桜文鳥のパロさんですね。ペンギンはピノさんやね。そうです、パロさんについてもっと知りたい。あどんな登場の仕方やったっけ？パロさんは、ズメックにインターン生としてやってきたビル君と同じ、あそうそうビル君と同じ立場のパロさんという鳥がいて、パロさんはですね割と素直で明るい女の子でも、なんかこう言いたいことがあったらズバッと言うタイプの、あ、まあ、ヒヨタイプやね、一部ヒヨに似た女の子で、はいはい、うんうん、デブ鳥に憧れてるというキャラクター。ああ、どういうとこ憧れてるんでしたっけ？とね、デブ鳥さんが実は一回こう大事なスピーチをするという話が昔ありまして、うん、あったなあったあった。で、その時パロさんまだ登場してなかったんやけど、うんうんうん、そのスピーチを見てズメックで働きたいと思ったという。その時にパロさんは絵面で出てたの、そこに聞いてるっぽいのはいます。あ、そうなんや。そうなるとやっぱりこう出すぞっていうのが。あらかじめあったのかなと思うよね。超ぼんやりあった。あ、まあ、なんかに使えそうやから書いといたみたいなのはいいね、うん、そういうの大事大事、そういうの大事言うてもたけど、ね、言うてもたまあ考えてたことにしよう、うん、実はこれから、毎日デブドリの単行本、うん、会社員デブドリの第3巻が、はい、3月13日に発売されます。おめでとうございます。ありがとうございます。3月13日、うん、そうです。で今あの Amazon とかで各種予約受付中なんですが、はい、その3巻の中に、うん、パロさんのキャラクター紹介ページが収録されております。あるんだ、うんうんうん、なのでぜひそちらをお買い求めください。3月13日、3月13日からまあ本屋さんに置かれ始めるかなと。これは楽しみやね。ぜひぜひ楽しみにお待ちください。楽しみにお待ちください。どんな感じ、3巻の大まかなあらすじっていうか。ね、3巻はそのパロさん初登場のインターンシップ開始とか、社員旅行で、あったね、温泉に行く話かな。あの会話ね、よかったね。いや、ありがとうございます。一緒にね、こうね、多分皆さんもそう、一緒にこうなんか旅してるような感じがね、うん、ああいうのもっとやってほしいな。そうですね、また旅行編みたいなの、前は温泉やったんで次はなんかもうちょっとアクティブな、うんうん、あいいね、
な旅行とかをかければいいなと思ってます。いいと思います。ぜひぜひ。それでは続いての質問です。はい。クーミさんからいただきました。はい。以前ハロウィンにありがちなことで、ハロウィンより日本シリーズと書いてある絵を拝見したのですが、はい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 、橋本先生もプロ野球ファンなんですか？もしそうでしたらどこファンか教えてほしいです、はい、ありがとうございます。まあ橋本くんは野球好きですね。そうですね、もうなんか最近のショートアニメみたいなのを見ていただければわかると思うんですけどひたすら内野ゴロを処理するデブドリとか作ってるように僕は野球が大好きでそうそう、橋本くんはね野球めちゃくちゃ好きやけどね、あの F 肩や肩 F 補給 G ですめっちゃそう、ほんとね野球下手くそボールね投げてもね取られへんのもう落下地点が全然わかんない落下地点わかんない、もうどこに落ちてくるのか完全に落下地点より2メートル前に立ってしまうというのがあるんで後ろに行っちゃうなあって昔大学の時ね結構広場とかあったんで、うん、キャッチボールとかする機会あったんですけど、はいはい、まあ下手くそでね、本当肩も弱いもんね。肩の強さだけは多分ちょっとあるんやけど、うん、それをフォームで活かせないっていうのがあると思うなるほどね、うん、早急に活かされへんね。そうそうそうなるほどね。好きなチームとかは？好きなチームは僕は大阪なんで、うん、昔から阪神ファンですね。あ、でもあの我々の世代さ、その好きなプロ野球選手とかあるでしょ、うん、橋本くんは誰になるの？その阪神ファン、まあ誰でもいいけど。プロ野球選手か、近本か。近いな、最近やな最近やな。近本選手は我々と同じ、はい、ね、関学出身です。あれ同期？いや同期じゃない、なちょっとかぶってたはず。あ、そうなんや。大学期間、まあ同じキャンパスではないやろうし、そんな、そうね、3代もね、うん、そうそうそう、だ1年ぐらいは被ってたはず。あ、そうなんや、うん、すごい選手がおったよね。すごい選手がいた。あ、でもあの我々の同期にあの誰だっけ、あの相撲でさ、浦君同期浦君、あのプロレス技みたいなすごい子。そうそうそう何やったかな、たすき反り、そうそう、くるって回して、ね、そうそう、幻の技とかで早く幕内で見たいですね。ねえ、同期は頑張ってほしいね、浦君ね、頑張ってください。ということで僕は浦君ファンということで。なんでやねん、ちゃうやん。相撲やんそれ。まあ、やっぱりね、好きな選手って言ったら、うん、まあ超ベタで申し訳ないけど、はい、やっぱり鳥谷選手がね、昔から好きでしたね。まあ、ね、阪神ファンの人やったらね、フル株がやっぱね。そうですね。いいですよね。まあ、今年ちょっと阪神を退団しまして。ね、ちょっと惜しいね。僕としてはね、こう 若手を使うっていうチーム方針で阪神はやってますので、そこでね、こうやっぱり真っ向勝負ができなくなったっていうチーム事情があるので、なるほどね、やっぱりね、鳥谷選手と納得のいくまで、外で戦ってきてほしいなと。そして完全燃焼した暁にはこうチームにまた戻ってきてもらえれば僕は嬉しいなと思ってます。語るね、語りますね。あの僕野球やってたの知ってる？あ、知ってる知ってる。ヒデさんは僕らの仲間内では一番野球がうまい。そうね、実は野球うまいんですよ。野球部ですよ。いや、小中で校もやろうと思ったの、うんうん、で公式グローブも買ってでやろうとしたんだけど、はいはい、受験に失敗したんで、もうなんかそれで俺的には完全燃焼してしまって、野球熱が、そう、野球熱冷めちゃったのね。うん、ね、中学校3年生の時中大連があるでしょ、うんうんうん、最後のあの中学校時代最後の試合ですよ、はいはいはい、坊主にしようかってみんなで話になったわけ。最後にすんの？そう、最後の試合にかけてね坊主にしようって言ったら、うん、朝練でみんながね、あのこう L 字角を曲がってこっち来るために一人ずつ坊主にこうなっていったわけ。あ、次はあいつが坊主になったかと、はいはい、次の日はあいつかと、うんうんうん、続々と坊主になっていって、ほんで1回戦で当たったところがもう県大会1位レベルの強豪校やってほんでマジかと。まあでも髪の毛もないしね、うん、それ知ったのは髪の毛なくなった後なんでね、取り返しつけへん。そう、ほんで、まあ、でもやるしかねえなっつって本当にみんなで頑張って、うん、で頑張ったんだけど、あの7回コールド負けやったの。髪の毛返せよ思ったわたとえ負けるにしてもコールドはちょっと悔しいね。コールド、コールド、まあ野球はね地味に縁深いね、うん意外と俺らには。そうね、縁深いね、うん、野球はいいですよ、皆さんもいいですよ。またなんかね、あの
WBC とかもあるしさ。そうですね。で、あ、そうそう、オリンピックもあるし。そう、あ、そうか、オリンピック復活？うん、復活復活。素晴らしい。それはちょっと今年はレギュラーシーズンが中断されて。あ、そうなの。そうそう、開幕もちょっと早い。レギュラーシーズン中断。オリンピックにかけるわけや。うん、そう。場所も使われへんくなるからじゃん。ああ、なるほどね。東京ドームとか他の競技で使ったりするから。楽しみですね。楽しみですね。あ、まあ、ね、行かないですけど多分。行かんのかい。行けない。行かねえ。取られへんよね、うん、あれチケットね、うん。もう今から軽い気持ちでオリンピック見に行こうぜなんて、うん、無理無理無理やからね。無理無理。抽選でも当たらへんのか。ホテルもほとんど埋まってるって。なんか一泊9000円のところが普通に倍とか、はあ、もうな普通に今でもなってるらしいから、はあ、まあ厳しそうやね。それでは続いての質問です。てちおしさんからいただきました。脱サラするとき勇気いりましたか、という質問です。ありがとうございます。なかなかまっすぐな質問じゃないですかこれ。勇気はいりました。いるよねそりゃ、うん、いやでもな、ね、勇気はいったけど、うん、僕そんな考え抜いた末での脱サラというわけではなく、割と次のこと決めてスパッとっていう感じだったかな、うん、もうやりたくてしょうがなくなったから、なんかこう退職の意思を伝えざるを得なくなったぐらいの感じやったんで、そんなにこう考えて考えてよし脱サラするぞっていう感じではなかった。あ、なるほどね。まあでも今思ったらもっとちゃんと準備しといた方がね、まあ、ねよかったなとは思うけど、うん、やっぱりその場の自分のこう感情に従っても、まあそのうん、ちゃんと家庭がある人とかはちゃんと考えた方がいいと思うけど、ね、うん、あの時の自分みたいにこう、うん、一人暮らしでそう、ね、特に失うもんがなかったから、はいはい、自分の感情に従って行動してみたっていうのは、うん、まあ良かったんじゃないかなと、うん、ねえ、ね、みんなが就活するからなんとなく就活してするのは良くないかな。やっぱり自分のしたいことがその先にあればいいと思うけどって、うん、そうやね、うん、まあ、ヒデさんは就活せずずっとギター一本の男やからな、何かというとね、あのやっぱりこう入ってとりあえず3年みたいな言葉あるでしょ、うんうん、まあ、デブドリでもよく取り上げてますが、そうそう、あのね、あの時期の3年はかなり大きいなと今思うわけ、うん、何にしても怒られへん、まだ若いねで可愛がられる時期なんで、うん、3年後にやろうと思うとちょっとねやっぱ多少リスクあんのかなと思ってたから、うん、まあ、そうしましたけどね、はいはいはい、まあ、でも遅いとかないからそんなんは、うんうん、まあ、ヒデさんはギターでやっていきたいっていうのは決まってたからっていうのもあるまあまあそうね、まあ、何も決まってないなら、まあ、就活して会社に、うん、まあ、会社を育ててもらう場所ではないけど、うんうんうん、仕事をちゃんと教えてもらって経験積むっていうのは、うん、大事ね、全然悪くない、うん、とは思います。そっからまたなんかこう見えてくるものがあるしね、うん、そうそう、悩んで悩んで人はそれで成長していくのです噛んだやん噛んでもうたから使わんとなんでやねんでね、俺脱サラするときに大きなきっかけが2つあった、うん、はい、でね、1つがな、ただの漫画のセリフやねんけど、うん、あの宇宙兄弟、はい、宇宙兄弟ねっていう漫画の中でこう主人公の難波ムッタ君が昔から慕ってる天文学者のシャロンさんっていう方がいらっしゃいまして、その人とその主人公のムッタとのエピソードが結構すごい名言が多い。その中で一番良かったのが、迷った時は正しいかどうかで決めるんじゃなくて、どっちが楽しいかで選びなさいっていう言葉があって、なんかその言葉って費用が言ってなかった、言ったかな、なんか覚えがあるような気が。いや、費用そんな優しいこと、そんなこと言わんかなでもそれはその言葉がむっちゃ良かったっていうか、自分がその時欲しかった言葉みたいな、うん、なるほど、背中を押す言葉やったってことだよね、うん、そう、それほんまに会社辞める2ヶ月前ぐらいとかに見たんかな。大阪にお盆休みで帰ってきて、うん、そこで宇宙兄弟を呼んで、うん、でもう一つのきっかけもその夏にあって、何何で東京に帰って、うん、一発目の会議で先輩に会社辞めたいですってもう言ってしまったっていうその時先輩はどんな感じやったの？そうか、すごい優しく、なんか、ああ分かった、もうやりたいことがあるなら頑張りなさいみたいな。いいですな。そう、まあ、でもそういう橋本君の場合はあのいきなり漫画家じゃなくてやっぱり社会経験を会社で一回してるからデブドリに反映されてることが多いやろうしね。うん、そうやね、まあ会社には全然何も返せてないんで申し訳ないけれども、あとね、もう一個の脱サラすることを決めたきっかけがありまして、うんうん、その夏にキャンプに行ったんですよ、うん、あ、行ったね、コテージ、行った行った。その時来てなかった野沢くんという友達がね、いたんですよ、うん、野沢くんは大学
の時に、うん、ヒデさんも含めて仲良かった友達で、その北海道出身なんですね。北海道だから大学を卒業して北海道で働いてたんですよ、うん、でそのキャンプに行った時野沢くんと電話して、うん、野沢くんが北海道でバーを開くとそうそうそういうことを聞いて、すごい驚いて、だって野沢くんはね大学時代割とチャランポランないい加減なやつやったんですよまあ可愛らしい、ね、やつやったんですけど、うん、で そんな野沢くんが社会人になったけど、うん、自分のやりたいことを追いかけるためにバーを開くと、さっき行かれた思ったよ、ね、あの野沢くんがこんなに頑張ろうとしてるのに、うん、俺はどうしたんだ何をしてるんだみたいな、うんうんうん、ほんまに思って、うん、その時のねビデオカメラで撮ってたんですけど、 そのあたりの僕を見るとすごい深刻な顔してる。この間一緒にまた見直してね、そしたらねもう全然喋ってなくて、うつむいて、めっちゃ考え込んでる顔してた。そうそう考えてたよね、うん、絶対あれ。そのね宇宙兄弟と野沢くんのバーを開くっていう話ですごい心に火がついたというか、うんはいはいはい、帰ってすぐに会社を辞めたいですと、うん、いうことを伝えたんですが、うん、なんとですね、なんと野沢くんはバーを開いておりませんでした、うん、真っ赤な嘘やったよねあれ。嘘というか俺はいつかバーを開くぜみたいな話を多分俺が誤解したんかな。違う違う、そんな言い方してなかったよ。してなかった。もう出すっていう言い方してた、あいつは。出す言うてたんや。言うてた言うてた。でもあれはあれでありがたい話でしたね。それで何年か経ったんで、うんまあ、もう出してんのかなと俺は思ってたわけ、うん、ほんならあの橋本くんはあのみんなで北海道に遊びに出たの。僕は行ってないですけど、一回旅行に行って、ね、そう。ほんならね野沢くんのあだ名がねモンチって呼ばれてるんですよ。そうそう、モンチ、ちょっとね猿っぽい、そう猿っぽい可愛いからモンチって昔から呼ばれてて、北海道に行って、うん、ほんならね居酒屋モンチってやっけ、いやねモン吉商店っていう居酒屋がね、そうモン吉商店っていう居酒屋の看板のところで3人でバーンと写真撮って俺それを送られてきたから、うん、あこいつこんな店モン吉商店っていう名前、そうそうすごい立派な居酒屋を構えてますみたいな感じで、あいつがこうすごいドヤ顔で、そうドヤ顔で腕組んで写真撮って、おすごいなと思ったんだ、あやっぱ出したんや思って、うん、ほんならなんと真っ赤な嘘、真っ赤な嘘それは別に騙そうと思ったわけじゃなくて単純に美味しい居酒屋があるから行こうって言って写真を撮って送っただけ、うんうん、そしたらなんか俺らがそう勘違いしてることをいいことにさ、うん、まんざらでもなくさなんかね出したぜみたいな顔してたでしょあいつ。そうそう、でその大学の時仲良かったグループ LINE に送って、そうそう、でみんなが「えこんなん出したん、うわーすごい」すごいじゃん、行くよ今度行くよとか言ってね、そうそう、で一切訂正しないそうそう、それに特にそうそう、あのね俺の店ちゃうよとか言えばいいのに、そう一言一切訂正しない、かえって別に俺の店やでとも言わへんし、そうそうそう俺の店とも言わない、ただただありがとうみたいなあれ笑った、そう面白い、あなんかこの話だけ聞いたら野沢くんがとんでもないやつみたいやけど、うん、いやいやすごいいいやつ、可愛くていいやつ、うん、ちょっとねモン吉商店もね、うん、レモンサワーを注文したら、はいはいはい、入れ物にレモン切ったレモンいっぱいを出してきてくれて、うん、好きなだけ絞って入れていいですよ、あれがめっちゃ美味しかったし、海鮮もまあ当然北海道から美味しくて、ね、うん、すごいねモン吉商店、うん、モン吉商店最高や、今度行こうかモン吉商店何の話これ、うん、では続いての質問です。角高さんからの質問です、はい、ビル君とかといった特殊な鳥はどうやって選んでるんですか、うん、ありがとうございます、うん、ビル君はですね、ハシビロコウという、まあ、動かない鳥、ハシビロコウみんな分かるかな、ハシビロコウ、まあでも最近は割と有名ちゃうかな、そうね、ちょっとピックアップされつつある、うん、あの神戸動物王国とかにいて、いるいる、この前ね見に行く機会があったんですけど、うん、めちゃめちゃ動いてましたわ。え動いてた、むっちゃ動いてる。僕が行った時は、ね、長方形みたいなでっかいバーンとこう囲いとかあって、うんうん、その端っこ4箇所に1匹ずつこう立ってた感じやった。同じかも、うんうん、ずっと立ってこっちをこう見て、あ、ま、俺結構動いてたな結構羽広げたりね、結構あれなんですよ、この鳥出してほしいみたいなコメントとか結構いただくので、ほうほうほう、採用したこととかあるの。いや、ハシビロコウと文鳥はね結構昔から多くて要望が、そうなんや、うん、だからパロさんとビル君には出したいなっていう時に、ね、結構多かったその2羽を選んだって感じ。なるほど、ちゃんとファンの意見を取り上げたんやそれは。うん、まあハシビロコウとか難しかったけど、ハシビロコウね、ハシビロコウぽくないからねビル君は。そうね、ハシビロコウってもっとなんかこうくちばしがこう長くて、そうそうそう、カモみたいでね、うん、足がこう長いイメージがある。そうそうそう、
で実際あんな色じゃないし灰色やもんね。灰色にすると味気ない鳥になっちゃうんでちょっとね緑っぽい。まあまあキャラクターですからね。まあそんな感じで選んでるんでね。そう考えるとさ、やっぱりあのジャックさんはさ、うん、あのすごくやっぱり魅力的よね。クジャクで色目も綺麗じゃん。ああ確かに。ガチャガチャになったでしょ、うん、マスコットの。なったなった。やっぱり一匹だけ色目が全然違うもんね。確かに。そうそう、結構ね黄色系とか、うん、黒系の鳥が多くて。そうね、鳥は大体そうでしょう、ね、うん、だからジャックさんとデブドリのトサカの赤とヒヨの黄色っていうあたりの色のアクセントがすごいちょうどいいなって。いやいいよあれは、ね、あれ並ぶと並んだ時にちょっと思うな。わかる。でちょっとでかいんよねジャックさんは、ね、ちょっとでかい。でかいっていうのも、まあ、漫画じゃ伝わりきれてないけど、うんうん、と最近ソフビフィギュアがねガチャガチャになって。あれいいよ。でもねちょっとどこの店舗にあるかっていうのが正確にわからないので、うんうん、まあ、もしお近くにガチャガチャコーナーがある方は、うんうん、まあ、軽く探してみてください、うん、姫路のポンにありますよ。お、姫路のポン、うん、姫路のポンに。ポンって何？ガチャガチャ専門店、あって、もう専門的すぎてもう積まれてるわけだから、ね、届けへんね回すところが、でぐらいいっぱいあって、でデブドリが、あデブドリあったと思って、うん、でこの間あれ出たばっかりでしょ、うんうん、あるわと思って、ちょっと了解しようと思って100円入れたら、うん、よく見たらなんかラバーマスコットやって、はい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 、間違えたと思ってまだ出てないやん思って100円回収して帰りましたけど。えマスコット回した？マスコット回してない。回せよあの山ちゃんね、ハゲタカの山ちゃん3900円ぐらい使ったんだけどねデブドリがいつまでたっても出えへんくてそうですね、めっちゃかぶったって言ってたね。39回っていうか3900円ってことは何回回した？13回か、うん、めっちゃ回してるな。ちょっと高いガチャガチャになっちゃったから山ちゃんはデブドリガチ勢、ガチ勢なんでね、あの人はファンやからね。そうそうあの人。さあ続いての質問です。はい、 CC さんからの質問です。はい、個展やサイン会等のイベントは考えていますか？お、原画のようなものがあれば見てみたいなと思いました。いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。実はちょっと直近イベントの出展っていうのは実は決まってまして、また東京で申し訳ないんですが、うんうん、東京ビッグサイトで行われますデザインフェスタボリューム51というのに毎日デブドリとして出展させていただきます。日程がですね、はい、2020年4月11日と12日の土日ですね。うん、土日ね。ちなみにそのデザインフェスタっていうのはどういうあれなんですか？それはデザインフェスタはですね、うん、まあ本当にものすんごい数のクリエイターさんがブースを出して、うん、まあ、グッズを販売したりとか、はあはあ、原画展をしたりとか、はあはあはあ、っていうふうに、まあ、活動の成果を見せる場みたいな形で使われてますね。まあ、本当にもっとね、うん、ものすごい人気の人たちもたくさん出てるので、僕たち以外にもね本当に楽しんでいただけるイベントなんじゃないかなと。何回目ぐらい？デブドリーとしての出展は2回目で、でね1回誰も知らない時にも1回出たことがあって、ね、すごいね。そこでデブドリーのステッカーを販売してたことがあるんですが、それってまだ手に入るの？いやもうないかな。じゃあそれ持ってる人はレアやね。うん、レアやね。初期のデブドリーのデザインで働きたくないって書いてるちっちゃいステッカー。僕昔トイレに貼ってたのあれ。結構ね、買ってくれた人ちょこちょこいて、 あのステッカーだけは。じゃあ当時、じゃあその人たちはあのデブドリがっていう感じね、うん、ここまで来たかと見てくれてるかもしれませんね。ほんまやね、うん、そしてですね、はい、なんと、はい、そのデザインフェスタ11日土曜日と12日日曜日の2日間で開催されるんですが、はい、12日日曜日の方になんと、はい、ヒデさんが来てくれます。いやヒヨが行きますよ。ヒヨが来ますね。行きますよ。あの橋本の方はどっちも両日基本トイレ休憩以外はずっといるので、で12日はヒデさんもね朝から、そうもうスタッフとして一、そうですね、搬入搬出全部手伝ってくれるということでそうもう何でも聞いてください、喋りかけてください。本当そうですね。あとイベントに来られる時ですね、うん、なんか結構遠慮される方が多くて、はい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 、なんか忙しいのに話しかけていいのかなとか、サインとか頼んでいいのかなって迷われる方多いんですけど、うんうんうん、もう気軽に何でも話しかけてください。何でも何でも僕もサインしますからね。えサインするよ。いるいやファンたちいるかもしれない。あ中にはあいるね、うん、そうね、 YouTube 見てますっつって。お気軽に
いつでもお声掛けください、うんうんうん、4月11日12日の土日ですね、うんはい、デザインフェスタ51でお待ちしております。お待ちしてますよ。続いての質問に参ります。はい、ミロリンテレテレさんからの質問です。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒヨさん、ディズニー好きということですが、一番好きな作品は何ですか？ヒヨさん、デブドリさん、ハゲタカ部長をディズニーキャラに例えるならを聞きたいです。私もディズニー大好きなのでということです。嬉しいね。ありがとうございます。ディズニーファンがいましたね。めっちゃ好きですね、僕本当ね、ディズニー、ね、うん、めっちゃ好きやね。この前も言ったけど、部屋の中もね、うん、今撮ってる部屋の中もディズニーだらけでね。ディズニーだらけ。特にね、あのトイストーリー好きなんですよ。あ、トイストーリーね、一番好きな作品。あ、そう、ピクサーが好きでね、うんうん、もちろんディズニーも大好きなんですけど、うんうんうん、どっちも好きなんですけど、まあ、トイストーリーが好きで、まあ、ほぼほぼグッズも、うんうん、我があの知る人ぞ知る、ね、トイストーリーコレクションですよ。はいはい、トイコレと言われる、トイコレですよ。あれすごいね。あれをね、世界中から寄せ集めてね、うん、まあ、ほぼほぼコンプリートの、すごい、しましたけどね。なかなかそこまで集めてる人すごいないんじゃ、ね、まあ、あれ売ろうと思ったら40万以上いくんじゃない、もしかしたら。いざとなった時はもうあれを手放そう。資産ですね。資産ですよ。そうで、キャラクターどう、なんかこう当てはまるキャラクターとかいる？デブドリはこれとか。当てはまるキャラクターってどうなんやろう。僕はね、一つ考えたのは、はいはい、デブドリは、うん、ドナルドやと思って、一人よがりで、うん、マイペースなところがあって、うん、で気分嫌だし、はいはいはい、まあ、なんかそういうところがデブドリにすごい似てるなっていうか思ってて。なるほど。結構考え抜いたの、なんやろな、グーフィーかなーとかも、でもポケットしてるしな、でもなんかちょっと違うよなと思って、で、あ、ドナルドは確かに、まあ、あのね、うんうん、アヒルか、似て近いね。ほんまやね。キャラクターでも近い。割と俺普通なこと言ってる。ほんまや。鳥や、あいつ。鳥やね、あいつ。忘れてたけど。そう、でもね、性格が似てるなと思いました、ね。なるほど。ヒヨさんとかハゲタカ部長は難しいよね。ちょっと難しいね。もっと考え抜いたら出てくるでしょうけどね。橋本くんどう、なんかこれっていうのはある？あの、モンスターズインクのなんか社長、うん、あれちょっとハゲタカっぽくない、なんか。いや、ちょっと俺も思ってたよ。今もつけてるし、ね、そうそう、今テレビでついてる、テレビでモンスターズインクのブルーレイをねつけながら収録してるんで。そう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 、確かに、わかるわかる、うん、なんかちょっと優しいけど怖い、うん、怖いよね、うん、まあ、ハゲタカ部長はそんな優しさはないけど、確かにね、ちょっとあの怖いところがちょっと似てるよね。怖さを見せるシーンがね、ちょっとハゲタカ感が。そうか、ヒヨとか難しいよね。難しい。ヒヨくんはやっぱりこう冷静沈着、うん、冷静なディズニーキャラ、なんか敵側にいそうやんな、うん、そうやね、意外と敵側なんかな、うん、そうやね。ディズニーやと、ディズニーではいないかもしれんね、ああいうタイプはね、うん、他に好きな作品とか、あ、他に好きな、ピクサー街やと好きなある、なんかディズニー系、そうね、うん、ね、僕はやっぱね、クラシックシリーズがすごく好きでね、あの、要するにピーターパンとか、ピーターパンめちゃくちゃ好き、はいはいはい、ね、ピノキオとかね、あの辺、アリスとかも、そう、ね、あの辺がやっぱりディズニーっていう感じでね、はいはい、最近ももちろんいいけど、うん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 、あの辺がやっぱ今のディズニーを支えてる。なるほどね。でもやっぱね、ミッキーやっぱ一番好きですよ。ああ、ミッキーも多いね。ミッキーもね、サイン飾ってあるんですよ。あのディズニーランドで頼んだら書いてくれるよね。そうそう、ディズニーの、ね、キャラクターを、あの、ね、全キャラクター、うん、ほぼ書いてくれます。あの色紙とか持っていけばもう分かってくれてるんよね。そうそう、オッケーオッケーっつってサインくれて、でその面白いのがね、サインによって、うん、そのなんていう の、 あのキャラクターの個性が出てる。リトルマーメイドね、うんうん、あの人魚のアリエルとかにサインお願いするとこう泡を表現してくれたりするわけ。ピーターパンにサインお願いするとあのピクシーダストってあのティンカーベルの、そうそう、あの粉をこうパパパパって書いてくれたりとかして、夢があるの、すごい。すごい、そういうのいいな。いいでしょ。だから橋本先生もそういうのをちょっとぜひ、うん。そうやね。そう。ちょっとサインの中にトサカを書き入れようかな。でもあれね、サインに橋本君に頼んだら、うん、あのキャラクター書いてくれるの。ああ、サインには基本デブドリーか非評価をつけるようにしてます。それ例えばジャックさん書いてよっていうのは、あ、それは全然あり。いい、うん、じゃあ私どんな鳥やと思います、ちょっと書いてくれませんかって言ったらどうする。難しいな。結局デブドリーみたいなのが誕生しそうやけど。それ失礼やん。橋本くんディズニー好きなの？
俺結構好きやで。好きだね。俺も結構そのクラシックなやつ好きで、不思議の国のアリスとか結構好きや。あれ何年前の映画？あれもう50年以上前でしょ多分。そうやとは思われへんぐらい、なんかコマ数すごいよね。コマ数、しかもだって手書きやもんねあれ、うん、考えられへん考えられへんね、うん、あれ。なんか人間の動きをこう、うん、モーションキャプチャーというか、はいはい、こう読み取ってるかのような。そうね、うん、すごいよね。すごいなと思ったわ。今のやっぱりディズニー通じてるよね、ああいうところって、ね、すごいねあれは。なんかさっきのピクサーの話じゃないけど、うん、橋本君にも結構いろいろ言ってるのは、うん、ピクサーってすごい細かいでしょ。はいはいはい、細かな設定を大事にする、ね、そうそう細かな設定。さっきのさ、その6階じゃないのじゃないけどあのピクサーとかではあれですよ、うん、今見てる映画のどこかに次の映画に出てくるキャラクターを忍ばせてるったりするわけ。じゃあ例えばモンスターズインクやったら、モンスターズインクってのはニモじゃない？あ、ニモ。ニモはモンスターズインクのね後だったんじゃないかな確か。ニモが出てます。ジェシーも出てるけどね。ジェシーも出てる。そうそう、ジェシーもねブーのねぬいぐるみとして出てる。あ、そういう感じでどっかに隠れてる。そう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 、どっかに絵に描かれてたりとかそういうのがいろいろあって、カール爺さんとかだからロッツォが出てたりするでしょ。あのトイストーリー3のピンクのクマ、そうそうそう、 そうそうそう出てたりとかね、いろいろあってね、設定をちゃんとしてよって言ってて、うん、橋本先生にだからラーメンオブザラーメンとかよく出てるでしょ。そうやね、あのラーメン屋を出すときは最近ラーメンオブザラーメンっていう架空の店名をつけるようにしててこれはねちょっと僕のね最近のちょっと野望なんですけどね、うん、はいはい、セブンイレブンとかでね、あのラーメンオブザラーメンってやつでコラボで出してほしいと思ってうわ、もうじゃあちゃんとラーメンオブザラーメンのロゴとか考えて毎日デブドリに登場するラーメンオブザラーメンが商品化ですよって言って誰が知ってんねんいやファンは喜ぶよそういうの、うん、喜んでくれるぐらい ね、あの時のラーメン屋やっていうぐらいになったらいいね。では続いての質問です。はい、オクラくるみさんからの質問です、はい、毎日お疲れ様です、いつも楽しく見ています、ありがとうございます。お二人が尊敬する人または鳥を教えてほしいです。橋本先生どうですか、聞きたいな。どっちやろ、なんか何でも何でも、イチロー系かお父さん系かみたいなイチロー系かお父さん系か、うん、やっぱりあれじゃない、仕事に通ずるてる部分がいいんじゃない。仕事に通じてる部分か、うん、僕はやっぱりですね、うん、師匠的な存在がね、はいはい、いまして。どなたでしょうか。とね、高田元気さんというイラストレーターの方がいるんですけども、はい、名前聞いてますよ。とね、高田元気さんはドイツ、うん、ベルリン在住のイラストレーターの方なんですけどもね、はいはい、フリーランスとかイラストレーターの情報って全然なかったんですよね、うん、でもその中で高田元気さんがご自身のブログで精力的にずっと長いことを発信されていて、うんうんうん、僕もそういう情報発信されてる方にお会いできたからこそ迷いなく挑戦できたっていうところがありますし、すごい経験ある方なんですけど、うんうん、何でも惜しみなく教えてくださいますし、うん、なんなら僕少しの期間だけアシスタントとしてちょっと手伝わせてもらったこともあって、うん、若手のクリエイターをどんどん盛り上げてくれようという姿勢がすごくある方で、うんうん、まあ、僕もこれからね年下のクリエイターと接する機会とか出てくると思うので、うん、 そうね、まあ、そういう精神を受け継いで年下のクリエイターも盛り上げていきたいなとちょっと思いますね。それ高田元気さんは、はい、それなんかメッセージとか送ったの、会う前とかに。とね、高田元気さんのね、ライフハックで行こうというね、ウェブで連載されてた漫画があって、はいはい、その読者が集まる会みたいなのが昔あったんですよ。まあ、それは本当に集まるってやつ。そうですそうです。うんうん、でまあそこでスカイプみたいな形でお話しして、うん、スカイプやったんや。そうそうそう。まあ、その後ね東京にいらっしゃった時にちょっとご挨拶させていただいたりとかもあったので、まあ実は会ったことあるの1回だけなんですけど、あのツイッターのメッセージとかで質問させてもらったらすごい丁寧に返事していただけますし、ヒデさんはどうでしょうか。なんかそういうとなんかこう師匠を言わなあかん的な、そういう、いや別に師匠じゃなくても一郎系でもいい、一郎系でも難しいな、もういっぱい尊敬する人いるからね。そうやね、な
かなかこれってのはあれだけど、まあでも橋本君の類をちょっと言わせてもらおうかな、うんうん、はいはい、僕はね、あの安倍淳さんという人がね、お安倍淳さんって昔名前聞いたことあると思うよ、橋本君、うん、なんか大学の時、そうそうそう、あの安倍さんはね、アレンジャーさんでね、うんうん、あのキーボーディストで、紅白とかもよく出てたりとかする、後ろでピアノ FNS とかでもよく担当されてたりするんですけどね、うん、で、その人はね、僕はね大学の時にね、もう Facebook でメッセージを送ってですね、うんうんうん、もうどうしようか分かんないです、橋本君と一緒かな、もしかしたら、それを送って、うんうん、そしたら、今度ライブに来てくれたらいいよっつって、おで連絡先交換させてもらって、で、ローディーをさせてもらってたんですよ、うんうん、お手伝い、まあ本当に弟子じゃないけど、うんうんうん、まあ、僕はギターなんですけど、安倍さんはキーボーディストで、キーボードをこう組み立てたりとかさせてもらって、ライブ見させてもらって、まあご飯も連れてってもらったりとか、もちろん他のミュージシャンとも知り合いになれるんで、まあ、超一流の人たちですわ、テレビ出てる人、今の仕事につながったりとか、そうね、安倍さんとは直接まだ仕事はしたことはないんですけど、うんうん、まあ、コンタクトは取ることがあるので、まあ、ちょっとできたらなとは思ってますけどね、うん、でそれでやっぱり音楽ってプロの世界ってこんなんなんやってのを見させてもらったんで、まあ、それを基準にね、うんうん、じゃあ間接的にはすごい仕事に生きてる経験やね、そうなんですよ、自分の人生を変えてくれた人やなっていうのはありますね、すごくね、そういう人との出会いって大事やね、大事やね、うん、みんなでもあるんじゃない、そういうのはね、誰か一人いると思うしね、うん、尊敬できる人ってさ、うん、この人になりたいレベルじゃなくても、うん、どんな人でも尊敬できるところってそうねあるから、やっぱそういういろんな人の尊敬できる部分の寄せ集めが自分になれば最強なんじゃないかって僕はもうええこと言うやん、思ってるんです、いや本当にそう思うよ、うん、そうそう、みんなそれぞれいいとこあるし、例えば僕らで言うさ、誰々のプレイがすごいなとか、うんうん、あったりするとその人たちのプレイを盗むとか、うんうんうん、それでこう引き出しを多くしていって、あ、自分というギタリストになるじゃないけどねおっしゃる通りはそうだと思うよ、うん、でもやっぱその姿勢がまずないとそうやね、ダメでしょうね、うんうん、どっかね尊敬できるとこって誰しもが何かしらあるはずやから ね、うん、ねなんか嫌なとこばっか見ずねそう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 、その人の尊敬できるとこ見て、そうそう、選択に迷った時とかね、うん、あの人ならどうするかなとか考えたらっていうのよくあるよね、それ例えば、まあ、あの人だったらここでなんて言うかなとか、うんうんうん、その人の行動を真似するつもりでやるのって意外と大事になっちゃうから、うんうんうん、そうやね、うん、わかるわかる、やっぱでも尊敬する人っていう人が一人でもいるといいよね、うん、そうやね、その人にもいいよね、うん、もちろん僕高田元気さん以外にも周りにすごい尊敬できるクリエイターの方がたくさんいるんで、そういう人たちに支えられてね、うん、そうそうそう、生きてるっていう、なんかこんなラジオやったっけこれすごいね、なんか自己啓発ラジオみたいになってまあたまにはいいんじゃないでしょうか、はい、さあというわけでですね、はい、今回のラジオはこの辺りにしようかなと思います、うん、すみません、読めなかったちょっとコメントとかもたくさんあるんですけどご容赦ください、うん、またの機会にね、うん、そうですね、また第3回という形でデブドリラジオを撮ろうかなと思ってるので、はい、よかったらですね、今回のコメント欄の方に質問とかこういうテーマで話してほしいとか、うん、こんな悩みがあるんですけど、あ、いいですね、どう思いますかとかね、悩み相談ね、送っていただければ2人で話しますので、うん、パッと迷わずにねコメントしてください、はい、まあ、そんなに深く考えずに身軽な気持ちで送っていただければと思います、はい、それではまた次回のラジオでお会いしましょう、はい、またツイッターやってますんでフォローしてねはい、フォローよしてあげてください、ありがとうございます、それでは皆さんさようなら、さようなら。